ということで、じゃあ、行きましょう。はい。今日は何ですか？岡山大学ですよ。岡山大学。はい、なんと今回ね、シャンティ。シャンティの第2回。第2回。チキチキ。はい、チキチキ。ナンパを。おい。決定戦。イエーイ。今回はこの3人にね、はい、やってもらおうと思います。自己紹介をじゃあお願いします。宮崎潤です。イエーイ、頑張ります。ガブイです。ハイロキ30歳好きな女性のタイプは右だけ脇が生えてる子はないまあまあルールはね、前回と同じなんで、声かけてもらって、はい、ガチでで、カメラの前に連れてこれたら1ポイント。ほうほう。その場で連絡先交換の儀式、ほう、これが成立したら3ポイント。はい、これで競ってもらいます。はい、じゃあやっていきますか。やりましょうか。ちなみに学祭中なんで、おっ、はい、写してますね。あっち写してあげてください。え、めっちゃおるっすよね。やめてて、ジョリドリーキの見ちゃいます。まあ、この中に今からちょっと学祭に行って、はい、声、はい、をかけていきますということで、はい、開始、よーいどん。はい、よーいどん、スタート。行って行って、俺撮ったっけ。いやー、まあ誰が最初についていきますかね。いやでもね、まあまあそこはやっぱロッキーなんじゃないかな。ロッキーなんでカムイ。いや、早いっすよ。もう、もう、はい、もう行って来ました。はい。この女めっちゃ。この女。この女、俺の、もうほぼ俺の女みたいな。じゃあ連絡先交換してもらえますか。いいっすか。じゃあ、あ、おお、すごい、すごい、すごい。え、いいんですか。いいですか。必殺奥義掴んでいこうと。あ、じゃあ、純くんがついに、ついに二人、ついに二人連れてきたということで、今、二、はい、人ね、ご飯食べてる二人組を。はい。え、企画の内容ちゃんと伝えた。企画の内容は学園祭の様子を撮りたいということで。もうめちゃくちゃ嘘つく。純くんと連絡先交換してくれますか。家で。おお。ごめんなさい。はい。ジューク残念ということで。え、来た？犬？お前どう？あ、これ？どういうこと？これこれオッケーですか？いやお前や。ほんま女の子みんな。マジでおもんないやお前。いやいやいや、ほんまにみんなめっちゃ断られました。意味がわからん。最終頼るとこここしかなかった。だとしたらパクってきとる。ほんまやお前。セット、お前犯罪者や。犯罪者。犯罪者。待ってください。声がでかい。連絡先交換ができたら、3ポイントプラスで追加っていうことなんですけど。早い。正直で、正直、正直、全然正直にやって。もう女みたいになって。大丈夫。必殺。福沢。やめなさい。ゆきちの。やめなさい。やめ、あ、やめ、やめ。これね。あ、じゃあ。買収しました。はい、じゃあロックの連絡先交換してもらえますか。ありがとう。お、すごい。やっと、ほんまにやっとね、一人でね、連れてくることができましたということで、はい、じゃあ、このハムイ君と連絡先交換していただけますか。うぃー、マジで、はい、マジで。もしあの番号をね、交換できたらもう追加で3ポイントということなんですかね。LINE の交換を LINE で、LINE でも。いや、早いな。いいの、いいの。え、え、もう、もうあっさり、あっさり、もう OK、もう OK。 え、ちょ、ありがとう。軽くない？軽くない？夏木、こいつさ、あれ、無視なのにさ、ちょっと前から見てねえけど、うん、あ、え、俺じゃない？あれ夏木だよ。ん？絶対夏木。あの頭はあれは夏希だな。で、隣に俺の女の子は何やねん。ちょ、待って待って、痛くた。どこ行ったんすかね。つけましょう。全然見当たらんすね。うぜえやん。
急に消えます。俺ら本気やっとったんだよね。俺ら本気やっとる。これ三択じゃない？これ前。これじゃな。ですよね。この緑じゃ。絶対これですよね。反射して見えない。見えないっすね。でもなんか色濃い。いや赤くない？赤くない。わでもこれえ？いや赤赤いけ。見えますね。何これ？オンザライトやめて。あった。うわ。オンザライト。絶対そう絶対そうやこれ。いやいや。え、マジ2回目は行きます、ね、俺ら車で入れば行かんやろ。え、どうする、どうします、行く、え、ちょっと、俺ちょっと、あ、追ってください、追ってください。ちょ、電話して、あ、電話して、ちょっとかけます、ね、出ないっすね。おい、あ、あれ、なつき、え、なつきは、え、あの子やな、あの子やな、え、え、お前さ、お前何したの、やばいっすよ、マジで。え、なんでそんな顔なの、何したの、何したの、え、何したの、いや魔が差したの、魔が差したのじゃないじゃん、 MC じゃん。女の子いっぱいおったよ、大学いっぱいおったよ、おったよ。しまはる閉める、俺閉めます。じゃあれ、ロッキさんは、え、行ったの、ロッキさんも、もしかして、あ、もしもし、はい、え、どこおるんですか、ルッコン。あ、今あれじゃん、今あのレンバハーチョっていうとこにおってる。いやいやいや、どういうこと、お前中入ったん、ハーチョっていうとこに来て、いや、一緒に来たじゃん。そう、え、いやあれ、何でマジで、どういうこと、どういうこと。シティヘブンの雑誌見てから、これからさ、タレントクラブかカクテルどっちか、めっちゃ迷っとって。え、バチバチプロにお世話になろうとしたの。ちなみに前持ってきちゃったんだ。ちなみにない。めっちゃやり坊主ですよ。どんだけやる。2日で4件8号。じゃあ行ってらっしゃいとはならんやろ。ならんやろ。分かるということで、どうする今回の難航は。今回はそうですね、レジェンドの僕から言わせてもらうと、まあ一番爪痕残したやっぱりロッキー、ロッキーがその貪欲さか、貪欲さ、まあ、貪欲さに免じて、免じてというか、まあナンパの貪欲なのと一緒ですか。2代目ナンパ王は、はい、ロギ君ということで、はい、おめでとうございます。なんか、本当な、真面目にやっとった僕らがアホみたいな。え、なんかそうっすね。はい、ということで、またあるのかな、どうかな、ちょっとまだわかんないですけど、まあ、また見てもらえたら、はい、ということで、せーの、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。